はいどうも、釣り旅新企画です。今日は養殖池の水抜いてみたということで、釣り堀センター菊水さんの養殖池の水を抜く機会にお邪魔してさせていただいて、動画撮らせてもらってます。養殖池なんですけど、ヘラブナだけじゃなくていろんな魚が入っているみたいなんで、そのあたりも撮れたらなと思います。じゃあ皆さん楽しみに。水がねちょっと抜ける前時間かかるんで待機です。握りまし。魚が見えてきましたよ。でかい。
木箱や。はい。はい、なんか言ってます。はい、言ってください。はい、魚の宝石箱やね。いろんな魚がいます。イロゴイとウナの稚魚とコイとエビと、すごいな。早くなんかヘラ持ってよ。このサイズこんなこんなすごい、これはで、ね、これでかい、これすごいね。こういうサイズがようさんいますね。あ、こいつの方がでかいじゃん。最高が綺麗な、かわいいな。どうしたんですか。ちっちゃい、コイ、金コメットというコメットさん、うん、コメットさん、これすごいね、これすごいね、うん、いろんな魚シリーズで、ね、濁い、小イベラ、小イベラ、
トイベラちゃん。これなんか言うやつ。